はい、どうも JB です。本日もプロスピエースやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスピエースをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画なんですが、更新来ておりまして、こちら、A ランク以上確定スカウト1人5回まで、こちらを引いていきたいと思います。それとは別にですね、1人10回までの自チーム確定スカウト、こちらも合わせて来てはいるんですが、今回の動画 A ランク以上確定スカウトの5回だけを引いていきたいと思っております。この A ランク以上確定スカウトは全ユーザーが引くべきガチャとなっております。125エナジーあれば必ず引いてください。125エナジーなかったとしても100エナジーあればもう4回とか絶対引いてください。かなりコスパのいい爆アドなガチャとなっております。普通25エナジーでガチャ1回分なんですが、それで A ランクが出てくる確率って 100% ではないので、 100% で A ランク以上が必ず手に入る、この1回25エナジーで回せるガチャっていうのは必ず引いてください。で、まあこの A ランク以上確定スカウトっていうのは、ランキングイベントがある際に、その3日後に、来がちっていうのがありますので、まあ、来がちというのが基本来るような形となっておりますね。ですので、前も1ヶ月ちょっと前ぐらいに動画としては上げてるんですが、この A ランク以上確定スカウトは来たら必ず動画として上げますので、まだ引かれてない方ぜひとも引いてください。1人10回までの自チーム確定スカウト、こちらはもう引かなくていいです。無課金美課金の方、どのタイミングであってもこのガチャは、来たタイミングではもう引かなくていいですね。 A ランク以上確定スカウトのみ引くようにしてください。で、そしてこちら昨日の更新で来てたのかな、来場登録ミッションが開催されておりまして、今回は読売巨人軍ですね。で、こちらでポイントの獲得とさらには応募ができるというような形となっております。こちらもちょっと見ていきましょうかね。キャンペーンサイトに入って、もらいますと、まずはこの限定ポイントを貯めるっていうところがありますね。基本巨人の試合見に行けば来場するとポイントがもらえる形となっていますが、実際プロスピをプレイしているだけでもこちらで300ポイント手に入ることができます。こちら参加するっていうところを、押してコナミのアカウントと連携させれば300ポイント手に入れることが可能となっております。で、限定ポイントを使うっていうところなんですが、もう私ちょっともう使い終わってまして、中日ドラゴンズとのチケットであったりとか、ジャイアンツの T シャツで、あとは梶谷のサイン入りバットであったりとか、手袋で選手のサインとかを、ポイントを使って応募することができますし、また今回プロスピをやってるだけで300ポイント手に入れることができますので、そのうちの250ポイントを使ってA ランク自チーム契約書、抽選で1万名に当たりますので、こちらに応募することも可能となっております。私はもうこちらに応募しました。試合を見に行って追加でポイントをゲットして、アイテム詰め合わせを、応募する、まあ、これは応募するというか交換ですね。1人1回限りで必ずアイテム詰め合わせを獲得することができるという形です。まあ、なんですが、これは300ポイント、プロスピの、アカウントと連携するだけだとポイントは足りないので、試合を見に行く必要があるのかなっていう形ですね。ぜひともこちらプロスピやってるだけでこちら、自チーム A ランク自チーム契約書が応募できますので、ぜひともやってください。さあ、ということでこちら戻ってきまして、 A ランク以上確定スカウト早速引いていきたいと思います。さあ、このプレミアムのところから入ってきまして、こちら A ランク以上が必ず 100% で手に入るガチャとなっています。で、5回目は自チーム確定ということになっておりますので、今回私5回目はソフトバンクで引こうかな。ソフトバンクで引いていきたいと思います。で、また A ランク以上が確定ということになっておりますので、他のガチャと同じ確率、2.5% の確率で S ランクが登場するというふうになっております。この5回のうちで、S ランク当てるのはまあまあ難しいとは思うんですが、まあまあまあゼロではないので狙っていきたいなと思います。じゃあまずは1回目。さあ、煙突できる選手欲しいですけどね。S ランクの演出は来ないよな。さあ1回目。さあ、まあこれは普通に A かな。石川いいやんけ、いい選手、いい選手、これいっぱいになっちゃう。
ちょっとボックスを開けてきまして、それでは2回目聞いていきます。いやー全然来ないね。そして、本日7月20、お、赤か赤目か。7月27日甲子園予選が続々と決まって、大瀬良はいらんな。各地方で甲子園予選、続々と出場校が決まってる形ですね。今まあ仕事しながら普通にネットでライブ動画見てるからな、バレないように。さあ3回目、そして仕事で付き合いのある学校が、まあ、甲子園決まってくれると嬉しいところっすね。さあ3回目、原突できる選手欲しい。トコダとか欲しい。トコダ、モイネロ、クレバヤシ。さあ4回目、いやー全然全然演出も来ねえ。うー、2個目の演出も来ないね。さあ来い S。 来ない。安明、まあまあまあ安明は悪くないな。さあラスト、ラストは自チーム確定なのでちょっとソフトバンクにしてきます。はい、自チームをソフトバンクに変えてきました。ここで S ランクが出れば自チーム確定の S ランクっていうようなうまい具合になるんですが、そんなうまいことはならないので、せめてモイネロが欲しい。あ、ギータでもいいな。うわっ、この演出はもう一個。いやー赤くなってレインボー。いや来ねえか来ねえか来ねえか。有原、いやは有原はな、 TS 当たってねえからな。はい、ということで、A ランク以上確定スカウト5回引いてきました。良くも悪くもないっていう形ですかね。まあ皆さんまだ引いてない方、ぜひともこの機会に引いてください。はい、ということで本日はランキングイベントがある時に恒例で来る、A ランク以上確定スカウトマックスの5回引いてきました。125エナジーで、A ランク選手5体が確定で手に入りますので、125エナジーある方必ず引いてください。損はしないですね。今回の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。